気がついたら今僕はここにいた。ですね、広島県の広島市の西区の横川駅ネットカフェから出てきた早朝でございます。横川駅の前でですね、コンビニで買ったおにぎりとかをね食べておりました。旅してる途中はね、どんな早起きでもやってしまうというね、5時34分、広島駅経由で三次駅まで行きます。2018年のお正月の朝ね、同じ列車に乗ってですね、途中から自転車に乗ったことがあります。そして三次駅に到着いたしました。他のカメラで撮った映像はね、他の動画で紹介しております。そしてですね、自転車に乗っていきますね。本当はね、バスに乗ろうかなと思ったんだけど、時間があったので、この次のバスに追いつくまでね、自転車に乗ろうかなという感じだったんですけどもね、結局雨とか降ってきちゃってですね、スピードが出せなくてですね、途中のね、メイヤ・アケル谷というバス停で乗るんですけどね、これはね、もうね、2本目のバス降りて、島根県の、飯南町の関名というバス停だったんじゃないかなと思いますね。ちょっと忘れてしまいましたが、詳しくは。そこからまた自転車に乗って島根県の美郷町に入ってきてね、しばらくすると連れ水って読むんですかね、このバス停に到着いたしました。まだね、次のバスまで時間があったので、もうちょっと自転車に乗ろうかなということで、沢谷駅前ですね。小海線かな、小海なんだっけ、あ、三江線だ。三江線の廃止になった駅跡ですね。そしてね、このね、相生町かな、このバス停から大田市方面に、大田市駅までバスリンクをいたします。途中抜けてる映像はね、他のカメラで撮ったのでね、別枠で紹介したいなと思います。大田市でございますね。大田市駅の前だと思います。列車の前時間までちょっと時間があったんで、ちょっと歩いていた時だと思いますね。静かな駅前でしたね。シーンとしておりました。コンビニで買ってね、駅前で食べたんですね。そしてですね、神津市鉄道銀行で通っていったんですけどね、そして橋という駅で降りて坂を越えて神津市から浜田市に自転車で入っていきました。雨が降っていたのでレインコートを着ていたのを覚えております。浜田市を自転車旅で旅するのは初めて。橋駅から自転車に乗って釧路駅、北海道じゃなくて島根県の浜田市にある釧路駅まで自転車でやってきました。ちょっと雨が降っていたんでレインコートを着て、レインコートの中は汗でぐたぐたずぶ濡れになってしまいました。雨で頭がずぶ濡れになって、レインコートの下は汗でびっしょになってしまいました。上だけ着替えました。あと7分で次の電車が来ます。雨の影響でね、途中までしか電車は動かないんだけども、バス代行を利用して出雲市に向かいます。確かね、多岐駅だったっけかな、多岐駅から江南っていう駅だったかな、出雲市のね手前あたりでね、代行バスに乗ったんですけどね、その時の映像はね、またね違うカメラで撮っていたのでね、別の動画で紹介しようかなとは思っているんですけど、
こっからですね、釧路駅から輪行してですね、その代行バスの駅まで行って、多岐駅だったかな。そしてまた江南駅から鉄道輪行してですね、出雲市駅に向かいます。普通はね、出雲大社とか行くんですけどね、僕の場合は行きませんね。ということでございます。そしてですね、この釧路駅から鉄道輪行してですね、代行バス区間までの多岐駅までまず輪行いたします。そして神津駅に到着した時の映像でございます。昔ね、この駅まで、ね、三江線で来てですね、乗り換えた記憶があります。その昔はね、ブルート園で来たこともありますね。そして、代行バス区間の映像はね、他のカメラで撮っているので他の動画で紹介することにしてですね、で江南駅からまた輪行いたします。江南駅から発車するところでございます。もう夕暮れに差し掛かっております。この鉄道を輪行してですね、出雲市駅へ向かいます。この夜はね、出雲市のね、ネットカフェで泊まろうかなと思ったんだけども、降りてね、向かってる途中、まあコインランドリーがないってことが分かっていたので、コインランドリーを使っている時にですね、シャワーまでないってことに気がついたんですね。汗だくだったんですね。コインランドリー中にね、ご飯を食べたりしながら考えて、終わってからですね、また駅に戻っていって、鳥取県の米子市のね、五島駅の近くのネットカフェに泊まることになります。まずは出雲市に到着いたしました。自転車でね、ネットカフェの近くのランドリーまで行って、そしてうどんを食べていたんですね。お前さん、臭み仕事とるか食っとるようどんところでございます。丸亀製麺初めて食べたんですけど、美味しかったですね。そしてですね、また夜ね、輪行してですね、これは出発前ですね、特急電車はね、米子駅行きがね、これ特急電車が発車するんですけど、僕は青春18切符なのでこれには乗れなくてですね、この後のやつに乗りました。昔はね、出雲号とかね、沖とかね、松風とか乗ったことあるんですけどもね。まあ青春18切符を利用しております。20時54分発で乗り換えて22時37分に五島駅に到着いたします。五島駅の近くのネットカフェは3回目か4回目か、かなり泊まったことのあるところでございます。気がついたら今僕はここにいた。